ああ、今日も何にもしたくない。本当に何にもやる気が出ない。なんて自分はダメダメなんだろう。っていうふうに思ってしまっている方はたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。というわけで、どうも星です。今回は何もしたくないなら何もしなくていいっていうね、話をしていきたいと思います。とにかく何にもしたくないっていう状態、私も今まで人生でかなりの数を経験してきまして、っていうのも、私はうつ病経験者だし、再発もね、何回かしちゃってるので、何もしたくないっていうね、もちろんしなきゃいけないことはあるんだけど、それはそれとして何もしたくないっていうような精神状態が続いていた時期っていうのはあるんですよね。で、まあ私の経験から言うと、本当に何もしたくないっていう状態の時、もうとにかくベッドの中にずっと一日中いて、もうなんかせいぜいツイッターを見るぐらいしかできないとか、YouTube 垂れ流すしかできないみたいな状態の時っていうのは、ほぼ確実にメンタルが疲れきっているっていう状態なんですよね。まあでも私たちって会社勤めしてなくても、例えば学生さんとかでもね、まあなんで本当なんでもいいんですけど、まあみんなやっぱ社会人なんですよ。社会に出てる人間なんですよね。その働いてなかったとしても、社会を経験しているので。で、そういう人たちってやっぱり教育でさ、やらなきゃいけないことをやらなきゃいけないんだよとか、本当に何もしないとか、ぐうたらするっていうのは悪だみたいな感じで植え付けられちゃってるじゃないですか。私もそういうとこあるんですけど。だから何もしたくないっていう感情があるのに、頭の理性でさ、でも何かしなきゃいけない、いい年こいてこんなことしてる場合じゃないみたいな感じで、自分を責めちゃうんですよね。だから何もしたくないんだけど、何かしなくちゃいけない、やらなくちゃいけないことがあるっていう状態は、もう半端じゃないストレスなんですよ。もう本当に半端じゃないストレスなんですよね。ちょっとめちゃくちゃ太陽の光が差してきてて、もうめちゃめちゃペカーって顔なってるかもしれないですけど、ちょっと気にせず続けていきますね。で、この何もしたくないっていう状態の時、ちょっとさすがに光りすぎやな。ちょっとさすがに光りすぎなんでカーテンします。あまりに太陽の光がすごかったんで、ちょっと移動してきました。でもすみません、ちょっと散らかってるんですけどね。気にせずいきます。はい、気にせずいきますね。で、この何もしたくないけど何かやらなきゃいけないっていう状態がね、ストレスになるって話をさっきしたと思うんだけど、でもとはいえさ、普通に生活してる上で、普通に生活していく上でさ、やらなきゃいけないことっていうのもまあいっぱいあるわけじゃないですか。でも考えてほしいのは、そのやらなきゃいけないことっていうのが本当にやらなきゃいけないことなのかっていうことは、やっぱ一回考えた方がいいのかなっていう気がしてます。なんか私もね、そのやらなきゃいけないって自分で勝手に思っていただけで、実はなんかやらなくてもよかったなみたいなケースって結構経験あるんですよね。で、まあそうやって振り返ってみて、本当にこれはやるべきことなのか、やらなきゃいけないことなのかっていうのを整理した上で、まあそれでも絶対残るんですよ。やらなきゃいけないことっていうのは絶対残るんですけど、まあでもそれはそれとして、まあ今日はとにかく本当に何もしたくないんだっていう日は必ずあるんですね。それはメンタルの疾患を持っていようが持っていまいが、必ず誰だって疲れるので、そういう時、そういう日っていうのは必ずあるんですよ。で、そういう時はむしろね、もう逆に振り切っちゃって、もう今日は絶対何もしない。もしかしたら明日も明後日も何もしないかもしれないけど、今日から何日間はもう本当に何もしないぞと、誰に何と言われようと頑として動かないぞっていうふうに逆に決めちゃって、本当に何もしないっていうふうにした方がね、案外回復早かったりするんですよね。まあでも私もそうなんですけど、実際それってもう無理な話で、土台無理な話で、今日は何もしないぞって決めたところで、あ、そういえばあれやらないかんかったとか、いや、そうは言ってもやっぱ結構ないろいろ考えちゃうかなとかって思うんですよね。まあでもそれでもいいです。それでもよくて、とにかく一回決めてみる。一回決めてみて、まあいつもよりかはそんなにこうやらなきゃいけない思考に縛られてないなっていう日を過ごせれば、メンタルの回復のスピードっていうのは上がってくるもんだと私は思ってます。で、私も過去にそのうつ病になってね、すごいどん底の状態から回復していく途中で、一回もう社会復帰完全に諦めましょうみたいな感覚に陥ったことがあって、社会復帰完全に諦めて、もうほんと自分の好きなことだけやっていこうとか言って、ひたすらゲームとアニメばっかりやってた時代があったんですけど、で、そうやって完全に自分の好きなことにこう状態を向けられるようになると、やっぱ回復スピードってすごい上がってきてですね、療養がすごい進んだんですよね。で、それによってだんだんその自分の好きなことに対しても飽きてきちゃって、なんかそろそろ働こうかなって自然に思えたんですよ。これ誰だったかな、ひろゆきさんが言ってたと思うんですけど、ニートも才能がないとできないっていうことをおっしゃってたんですよね。いや、でも本当にそうだと思う。私ね、ゲーム好きでアニメとか漫画とか読むの好きなんですけど、でもそれだけをする生活をどれだけ続けられるかって思うと、多分1、2ヶ月が限界なんじゃないかなと思うんですよね。なんか飽きて、例えば YouTube 動画撮りたくなるとか、ライブ配信をしたくなるとか、なんか Twitter でね、投稿したくなるとか、ちょっと仕事っぽいことをしだすんですよ、結局のところね。
で、多分ね、みんなもそうだと思う。特にうちのチャンネルを見てくださってる人ってすごい真面目で仕事に打ち込むタイプの人が多いから、完全に完璧に自分の好きなことだけして休もうって思っても、ね、そんなに長続きしないと思うんですよね。だから意外とね、人生捨てるつもりで休んでみるっていうのは結構面白い選択なのかもしれないですね。で、まあこうやってこう振り返りながら喋ってみるとね、改めてやっぱ思うのって、休むことって実はそんなに難しくないんじゃないかなと思ってて、難しいのは休み始めることなんですよね。休むことより、要は今日からお休みスタートって決めるってことです。勘違いしてほしくないのは、今日から例えば給食スタートとか、今日から仕事辞めますはスタートじゃないんですよ。給食だろうが仕事辞めますだろうが、その人の頭の中っていうのは休みの状態に入ってないんですよね。例えばうつ病で休職しました、4月1日から休職スタートですってなったとしても、じゃあ4月4日に何を考えてるかっていうと、あ、早く社会復帰しないととか、どうやったら治療を早く進められるかなとかね、そうやってこう頭の中はもう常に忙しい状態なんで、何も休職してないんですよ。だからそういう意味なんですよね。難しいのは休むということよりも休み始めることなんですよ。まあ、これは車とかと一緒だと思ってて、車も一番ガソリン食うのって止まってる状態からアクセル踏んだ時の状態って言われてるんですよね。動き出した時って言われてるんで。で、動いてる時っていうのはさ、別に車に対してなんかこうアクセルとかブレーキ踏まなくたってスーって進んでいくじゃないですか。でも信号で止まってる時に青になった時に、じゃあいざ進むぞってなる時は割とこう深めに踏まないといけないじゃないですか、最初ね。だから動き始める時、何か別のことを始める時っていうのはやっぱエネルギーがかかるんですよね、何でもね。だから実は仕事は続ける方が簡単なんですよ。仕事を休むとか辞めるっていうのはすごいエネルギーがいるんですよ。止まることだからね。いつもと違うことをすることなんで。だからみんなも多分ね、休むのが下手っていうわけじゃないと思うんですよ。休み始める勇気がなかなか出ない、エネルギーがないっていう状態だと思うんですよね。まあ、やっぱみんな真面目だし、やらなきゃいけないことも日々生活の中であるからね。だから今日話したような内容の中で、ちょっと1日2日ぐらいね、勇気を出して本当に何もしない日を作ってみるっていうのはいいかもしれないですね。もしちょっと病気の症状とかが割と軽めというか落ち着いてる人で、まあ外出れるなっていう人だったら、私が今こうやっているホテルに泊まってみるとかね、一人でホテルに泊まってみるとかってすると、いつもと違う環境だし、周りの目とかもないからね、意外と休めたりするんですよ。なんかやってみるといいかもしれないですね。なんかこう私の YouTube のコメント欄とか YouTube のライブ配信とか見てると、こう動画とか情報配信っていい面しかなかなか出せないから、星さんってなんかね、動画で喋っててすごいですねとか、いろいろできてすごいですねとかって言われるんですけど、もう今ほら急遽さ、太陽の光がバーってきたからって移動してきたから分かると思うんですけど、見てくださいよこれ。このまともにね、まあ一人だからとはいえさ、まともにこうやって片付けもできてないわけですよ。だってこれベッドですよ、ベッドの上ですよ。ベッドの上こんななんかさっきまで着とったやつ出すなよみたいな話だし、片付けとけよって話ですよね。まあでもこういうことすらもね、ちゃんとできない人なんで、だからそんなに大きな違いはないと思ってください。はい。まあなんかよくわかんない感じになりましたけど。というわけでね、休むのは本当に難しいんですけどね、一緒に休むの上手になっていきましょう。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。